お疲れ様です。山田ジャックです。ああ、むちゃくちゃ寒いっすよね。ものすごい。あのー、いや、まあ、冬ね、今年は、まあまあ、ぬくいから、やっぱりこう、もうおっさんになってきたらね、暑いのがしんどくて、えー、もう去年の夏、ほんまにやばかったんでね。 やっぱりそれに比べたら冬はええわ、とかね。まあ言うてたんですけども、ここまで寒いとね、やっぱ冬きついわ。もう、やっぱり嫌い。一気一瞬にして嫌いなんね。冬、冬のことが。ほ、うんまに寒いわ。もう、あの、大体あのね、演技担ぐ芸人とかね。 だいたいこの寒いとかね、えー、その滑るとかね、えー、そういうのはすごい嫌がるんですよね。だから、まあ滑るで言うたら、まあ、あの、スケートとかね、スキーとかはあんまり、あの、芸人やらないですしね。この、寒いっていうね、二、えー、2月、えー、ね、冬、冬はあんまりこう、大きなイベントは打てへんとかね。なんかこう、演技担いで芸人っていうのは、そんなんすしましがちですけども。<laughs> まあ、本当に、うん。 今日は寒いですけども。<coughs> ね、先ほどの、あのー、ね、えー、サンセットアワーでもね、暖かい、暖かい曲をかけると言って、このエルビス・プレスリーとかをね、こう流すタカちゃんのセンスかっこいいよね。えー、いいですね。ほんまになんかもう熱苦しい声ですもんね。<laughs> 熱苦しいというか、本当になんかこう暖かくなる声して入りますわ。ね、うん。<coughs> ねえ。 はい、えー、まあまあ、そういう感じで、えー、今日もまあまあ寒い中、えー、ね、1時間このお疲れでよ、聞いてください。えー、あ、申し遅れました。山田 J、山田ジャックです。えー、よろしくお願いします。えー、ね。 あのー、今日先ほど、今ちょうどね、別のスタジオでね、かまたまうどんさんが、えー、あの、収録の方を行ってるんですけども、なので、その、ちょっと番組の、えー、15分ぐらい前に、えー、ね、ラジキシさんに、 えー、かまたうどんさん入ってきはって。で、も僕もね、放送まで、まあ、10分少々しかない、なかったんですけど、ちょっとそこで、喋、えー、ってたんですけど、いきなり、あの、あの、えー、アーノルド・ボーヤと、アーノルド坊や・ボー坊やちょっと笑けてきアーノルド・ボヤと、エマニエル・ボーヤ、知ってます言うて、えー、ね、僕に振られて、 いや、僕、エマニエル・ボやヤは知ってるけども、アーノルド、アーノルド・ボヤ知りませんわー、言うて。言うてたで。気になるから、あの、調べて、ほんなアーノルド・ボやヤってほんまにおって。でも、アーノルド・ボやヤ見た瞬間に、これ、エマニエル・ボやヤでしょって俺は言うたんですけど。いやいやいやこれ,これはアーノルド・ボやヤです。<laughs> <laughs> エマニエル坊やと違うんですかエマニエル坊やと違くてあ、アーノルド坊やですっていうね。もうアーノルド坊やとエマニエルの坊やの話するってなかなかないから、もうちょっと俺おかしなって、笑ってきたんですけどね。あの、ええー、あはは。 <laughs> ない、なかなかないですよ。アーノルド・ボーヤとエマニュエル・ボーヤの <laughs> 違いというか <laughs>、その辺ど、どうなんですか、ああいう <laughs> ね。ねなかなか言いにくいわ、思うてね。<laughs> どっちもおっさんや、思ってね。ボーヤじゃないって思いながら、あのね、えー、えー、あのー、<laughs> この放送に挑みまして。気になって、俺も、だから後からちょっと調べよう。アーノルド・ボーヤ。ねえ。 <laughs> はい、えー、ということで、えー、今週もね、えー、お送りしますけど皆さんお疲れ様でしたということで、うん、えー、1時間はこのラジオにお耳を、えー、ねちょっと拝借、皆さんのお耳を拝借しておりますよ。はい、えー、今週もね、えー、ちょっとあれですかね、まあまあ、いろいろ喋りたいことはあるんですけども、えー ね何か、えー、皆さんからのお便りがね、あればと思って。先週ちょうどね、えー、あのー、何ですかね、えー、<laughs> こう、お便り、お便りをね、やっぱりこう、リスナーと絡んでいかなあかんで、山田ジャックも、ということでね。えー、僕は絡む体勢、むちゃむちゃスタンバイ OK なんですけどね。 えー、なかなか、あのー、ね、えー、こう、リクエストとかでね、やっぱ他の番組さん、音楽かけて、そんなんとかでこう、リスナーさんと絡んでいってるのが羨ましいな。ね。僕もね、やっぱりこう、なかなか音楽かける番組じゃないんで、えー、話のね、山、まあ、ジャックこの前してた、あのね、だいぶ前にしてたあの話、もう一回してや、とかね。 これについてどう思いますか話してくださいとか、そういう、えー、リスナーさんからの、えー、話のリクエストっていうのをね、先週募集したいと思います、いうことを、えー、放送で言うたんですけどね。早速、えー、いつもね、えー、あ、尿酸水が寒い中効いてますよ、ってね。ありがとうございます、尿酸水ね。うん。はい、えー、なんかあの、 ハードコアチョコレートのね。なんかバレンタインデーが2月14日ありません。で、まあ僕と尿素水の関係言ったらね、こうなんやろう。まあほんまに、えー、なんやろうな。ほ、ほとんどホモ関係に <laughs> 気持ち悪いわ <laughs>。ねえあ、あの、まあまあ、なんやろうな。えー まあ、なんかこう、ほ、ほっとかれへんって言ったらおかしいけどね。えー、なんかこう、いますやん。なんか友達の中でもなんか、えー、本音語れるみたいなね。えー、こうなんやろね。 こうこうう嘘もね嘘、嘘も言えて、ここが大事なんですよね。こう話を盛ることもできて、嘘もつけて、で、ほんまのことも言えるみたいなね。そういう感じの、ね、あの、えー、おっさんやなぁと、俺は尿相水のことを思ってて。 で、まあまあね、尿素水にはまあまあ一応何でも自分の思ってることを話せる、ええー、ね、一、えー、人かなと思ってて、その尿素水がね、えー、2月14日に僕にバレンタインチョコを送りたいと。<laughs> もう嘘が始まってますよ。<laughs> ね、ほん、ね、で、えー、ね。いやもう俺はちょ、もう今ちょっとダイエットしてるし、あのー、普通のチョコはいらんと。 やっぱりこう僕はチョコはチョコでもね、僕の愛するブランドハードコアチョコレートのね、えー、T シャツが欲しい。言ったらね、えー、じゃあそれ送るわ。最近発売したバトルフィーバー J って懐かしいね。特撮もんで僕好きやったんですよ。そのバトルフィーバー J のね、T シャツが出た。あこれぜひね、えー、ジャックさんに送りたいということでね。<laughs> もうどこまで、えー、あれやね、尿素水怒ってくるわ、ほんまね。えー でもねちょっと心の中で期待してね、えー、待ってたいと思いますけども、まあまあ、友達なんでね、えー、ぜひぜひ、友チョコとか今ある,あるもんね、今なんかこう、あの彼氏、えー、なんやろうな、えーその、旦那とか、そういうガチの人にあげるよりもなんか、女の子が、 友チョコ言でね、自分同士で、自分同士じゃん友達、女の子の同性同士で送り合うみたいなね、えー、そういうのの方がなんか売り上げが高いらしいですね。もうなんか好きやって、こう女の子から男に言う、ね、えー、時にこう好きな人に渡すという、そういうチョコレートの バレンタインのね、なんか、あの、感じではなくなってきたみたいですね。うん。あと、自分チョコとか言って、自分で食べるためにバレンタインね、えー、買うらしいですね。自分チョコ。それがなんか今、友チョコと自分チョコが流行ってるらしくてね。うん。はい。えー、まあ、全然そんなんもめちゃめちゃいいじゃないですかね。えー、はい、えー、ね。 なんか、いいね、いいねみたいなのがよく皆さんくれてるんで、なんかちょっとタイムラインが、えー、埋まっちゃってますけども。はい、毎度おなじみ、連邦の白っぽいのさん、ありがとうございます。はい、ジャックさん、こんばんは、こんばんはです。えー、なんですか、え、先週の土曜日、愛知 CBS ラジオの北野誠のズバリの。 職番があり竹内吉和先生がゲスト出演され一夜限りのサイキックミーティングが実現しました元サイキッカーとしては完無料そこで本日のお話リクエスト来ましたねサイキックと私というお題でお願いします,ですねあまだやったんですねこれあの去年の七七、えー、月にねあの、えー 墨田隆平さんの、えー、KBS 京都のハマグリごもんの編というね、えー、番組でね、うん。そこで、えー、あのー、サイキック青年団のね、復活、一夜限りのサイキックミーティング復活というのがあったんですよね。それ僕、ちょうどあれを、7月です、7月はお化け屋敷しながらね、 えー、お化けしながら、あの、ちょうど僕、京都の、京都タワーでお化け屋敷してたから、そこでね、こう、ラジオを合わせてね、あの、聞いてましたよ。うん。だから、2回目なんですね、これ、今回の、えー。また、またやったんですね、っていうのが、まあ、あれですけども。あの、やっぱりね、その、まあ、そのね、最近、 と私というお題は僕には重すぎて、えー、ものすごく思い出深い番組ですよね、もう本当にね。うん、あのあ思い出深くて大好きすぎてですよ。で、まあまあ、その「サイキック青年団」というのはね、2009年にまあ謎の、突如、謎のというか、まあまあ、大体皆さん知ってるんですけど、あの番組終了がありまして。 えー、そこからね、えー、あの番組、強制終了やったわけですよ、2009年に。なので、えー、最終回はまだか、最終回は、なんかこう、なんやろね、伝説の最終回、えー、サイキック青年団になんかこう、最終回という権利をつけてほしいということで、えー、隅田、ね、弁護士が、あのそのひ、ね、去年の7月に、 えー、はまぐり御門の辺でね、えー「サイキックミーティング復活」えー、一夜限り、えー、そして、えーまあ、これが実は幻の最終回みたいなんで決着つけたなって、えー、俺は思ってたんですよね、えー、でもそこからやっぱりこう誠さんも武内さんもこうやっぱりこうね往年のタッグコンビで黄金のコンビですからうん なんかこうノリがやっぱり合、うん、馬が合うといいますかやっぱり喋りたいんでしょうねうんで、えーまあ、まあ今回もね、えーあのー、そういう KBS の番組で、えー、復活みたいな感じですけどんーあのー、ねいやほんま面白いし大好きな番組やからこそ僕はこの角田弁護士のね、あのー、去年の7月の最終回でもうなんか。うん 終わってよかったんちゃうかなと俺は思ってたりするんですよね。いや、もう今からやっても面白いもんは面白いんですけど、なんかもう、やっぱりこう、今のね、令和の時代には絶対会ってない番組やなと思ってますんで、えー、ちょうどね、あの頃のやっぱりマコ、ま、さんの勢いと竹内先生のね、もう鋭いボケとかね、いろんな意味を込めて、 もう今の令和の、この、えー、放送業界では、やっぱりできないですよね、あの放送は。なので、やっぱりこう、伝説にした方が良かったんちゃうかな、と俺は思ってたりしますね。うん。はい。あのー、うん、まあまあい、いつ、いつまでもやっぱり新鮮やし、聞けるんですけどね。えー、まあまあ、 そうですね、えー。で、まあ、面白い、何目も言いますけど、面白いのは、ほんまにもう今、今でも僕、竹内先生とね、お付き合いさせてもらってますけども、ほんまにおもろいおっさんやなって思ってますから、えー、もういつまでも話つきひんからね。うん、なので、えー、でも、サイキック青年団との思い出ですよね。だから、サイキック青年団と私って言ったら、 始まったのが1988年ですよ。忘れもしませんね。えー、っていうことは、ですよ。あの、僕が、このおっさんの僕が、17歳の時にね、高2ですわ。高2の時に始まってるんですよ。で、こう、こう、僕、僕ね、第1回の放送は聞き逃してて、第2回の放送から僕、ずっと聞いてるんですよ。だからまあまあ言うたら、17歳の、ね、 えー、春から僕、聞き出して、うん、でもうだから、思春期とか、もうそういうのの、なんやろうね、もうカルチャーショックはもう全部あのサイキックで、えー、受けて、学んで、まあ、まあ芸人になろうって思ったのも、ねあわず、だいぶ多大な影響も受けてますし。 やっぱり、北野誠さんが松竹芸能をやったっていうこともあったしね。なのでやっぱり自分が、えー、芸人の養成所入ったのは松竹やったですよ。うん。ねえ。だからやっぱりこう、多大な影響。いろんなもう、だってサイキックでもういろんなんだって、ええー、もう、ねえ。 教えられましたよ。ほんまに。だから、今の僕のその、まあ、芸人、プラス、まあまあ、サブカルチャー、ね、えー、とか、そういうのの根源はもうサイキック青年なんで、学びましたから、うん。ね、大川工業もそうですし、浅草キッドという、 ええね、えー、水道橋博士、玉袋筋太郎さんの、あのカルチャーショックも受けたんは、サイキック青年代やったし、ねえ、えー、もう、いろん、本当に、本当にいろんな、えー、感性は、サイキックで学んだかなー、うーん。でね、僕、こう、いやね、ね僕、 僕自身の未だにその何やろ、ルーツって言ったらおかしいけど、僕の中の根源としてあるものに対、ええー、ある、あるものというのは、やっぱりこう、フィールドワークなんですよね。ええー、その、あの、興味持ったとこに体験してみる。やってみよう精神ですよ。っていうのでね、やっぱりこう、 17歳から聞き出してたサイキックでね、やっぱりこう、一リスナーとしてはやっぱり終われないんですよ。やっぱりその当時の俺は。やってみたい、行ってみたい、関わってみたいと思うんですよね。えん、ー、で、やっぱりまあ、松竹芸能を選びまして、うん、芸人になりまして、うん。で、えー、そっからこう、ね、えー、サイキックの、 裏側と言いますかね。中にまで入っていくわけですよね。うん、厚生年金とかのサイキックミーティングでも、えー、いつも僕は見に、あのね、松竹芸能の若手としてお手伝いがてら、えー、見に行かせてもらってたしね。えー、いろいろ、やっぱりそのリスナーとして聞いてた誠さん、竹内義和先生とも関わりたいとかいう気持ちが大きかったし、うん。 で、で、まあまあ、その、小畜芸能入って、かかわれることができましたし、ね誠さん未だに怖いんですけどね, <laughs> ね。ねまあ、そんなんがあったし、で、うん。で、そうそうですね、あの、大川工業、そのね、ねえー、大川豊総裁率いる大川工業、まあ、江頭2時50分さんとかね、 当時は松本ハウスとかいろいろいましたよね。その中でね、やっぱりこう、ああ、面白い。この人ら面白いなぁ、言うて思って、えー、やっぱり実際こう、僕らコンビ組んでて、えー、大阪の松竹芸能に所属,所属しながらも、夜行バスでね、実費で、えー、自分でこう、お金払って、うん 東京行ってね、大川工業のライブに出させてもらうことになったりとか、大川工業とも関わるし、そこで。で、もちろん、水道橋博士、玉袋、筋太郎の浅草キッドともね、浅草お兄さん会というイベントがありまして、えー、やっぱりこの面白い人らに関わりたい、ね自分もその場に行きたいということで、えー 浅草木道さんのオーディションも受けて、えー、行くようになったりとか、えー、そうですね。やっぱりこう、本当に、あのー、自分の今までの、今までのね、人生のこのフィールドワーク、そこにね、えー、い、行って接して、覗いて体験してみようという精神はやっぱり、 そう、サイキックから学んだというか、学んだというか、サイキックが初期、えー、きっかけで僕が、そういう思いに、初期衝動として、そういう思いになったわけですよね。うん。そういう思いに駆られる人間やったわけですよ、山田ジャックというのは。うん。 だからその、ね、あれがずっと、だからそのね、えー、ギリギリアウトと言うて、僕のね、代表作のイベントになりましたけど、まあその、もう当時から、えー、もう平成の時代からちょっと、これ言ったらあかん、あれ、これ、ね、この辺の流れでは、ちょっとこう、ライブでも言うとあかんで、っていうことを、あえて、えー、そこにこう、タブーをね、 壊、えー、すんやということで、えー、取りかかったりとか、えー、そういう,こうライブ作りをしたりとかね、えー、そういうところに自分を持っていったらどんなになるんかやっぱりこう、えー、やりすぎたら不安たとえ不安やったとしても不安の人が、えー、離れていったりとかもしましたし えーね、ちょっと過激すぎるっていうんでね、うん、離れていったりもしてましたし、えーねえー、まあまあいろんな、それこそ、えー、ホームレスとかとね、えー、関わり合いたいということで、ずっとこのホームレスの人らと出会、うん、って、もうほ,もうほんま毎日のようにナンパホームレスを。 難破、えー、して、えー、ねいろんな体験談を聞いたり、見たりとか、そういうフィ,フィールドワークをあーなん自分がしたいんだという思いを、えー、持ったのが、やっぱりね、佐伯青年団がきっかけですよね。うん、はいですよ <laughs> まあ当時ね、あのー あだからバンドブームの頃も17歳だ僕がね高校の時だバンドブームの頃でも重ね重なってまして。うん、で ねええー、いろんな、えー、こ大阪では、ね、のやってなかったんですけどイカスバンド天国いう、ね、イカテンっていうブームがありましてそこでいろんなバンドが、ね、全国、えー、メジャーになっていった中、うんえー、やっぱりそこのイカテンでメジャーになったね、えー、例えば誰やらのブ,ランキーいやブランキーはちゃうんか。えー まあまあ、あのー、ね、えー、いろんなバンドいますよ。そう、そのバンド、やっぱりね、このサイキックで痛いさんっていうね、ディレクターの痛い D いうのがね、こう音楽センスがかっこよくてね、もう僕らが知らんようなね、メッセージ性のあるバンドをこう紹介してくれたりするわけですよ。ほんなこう僕もこう体験主義やから、そういう過激な熱いメッセージ性の強い、えー、バンドに憧れたりとかね、えー ですよね、えー、したりんならこうバンドがやりたいとかね思ったりして、えー、過激なね <laughs> この中で分かります <laughs>、えー、もう当時ね僕あのザ・コニシというね、えー、バンドを組んでまして。うん、で 自分の中のんやろ、おもし、おあのね、えぇ、ー、で面白くてなんか、えー、そういうバンドがしたいなということで、本当に小西いうね、えー、やつの家で溜まってたわけですよ。うん。で、まあ、そこでね、えー、溜まってたメンバーでこ、えー、バンドを組みまして、 で、ブーちゃんっていう女の子がいましてね、同じ年の当時ね、当時から、ま。で、そのおお、えー、他はなんかみんな適当に楽器できたんですけど、僕も楽器はできひんし、で、ブーちゃんでんな、僕とブーちゃん二人で、えー、ボーカルショーか、言ってね、ちょっとあのー、頭がいかれた、 えー、バービーボーイズみたいな感じのバンドをやろうや、言うてね、うん。ツインボーカルでね、始めたんが、うん。その雑魚西でしたね。えー、あのー、やっぱりね、その過激なんとか、その当時のなんかこう、サブカル州がしたような感じの歌詞,歌詞をね、やっぱり僕が手掛けて書いて、 うん、まあまあね、えー。なんかその当時はなんかちょっと、ちょっとなんか人気がね、えー、出たというか、あのー、ありましたよ。うん。な、ね、えー、連邦の白っぽいのさん、えー、先週、えー、リクエストくれてますんで、この流れでちょっと、あの曲行ってみましょう。ザ・コニで、ヘア・ウォーです。 ヘアウォー、今更ながらちょっとええー、曲ちゃいます、これ、どこがやねん、サブカル集満載でしょ、これ、で、ほんまに笑うわー、ねえ、あの最後のピーピー張るところがね、あのー、あれなんですよね、これ、まあまあ、何遍も言いますけど、あのヘアウォーと言いますのは、まあまあ、陰謀の歌ですよ、うん。 ねええー、僕なんかね、こう生えるのが遅かったから、陰謀が。あなので、えー、そのね、えー、やっぱりなんかこうお大人への第一歩じゃないですけど、子供の時ってね、僕は,僕はですよ、陰謀はいるの嫌やったんですよ。でもうなんか大人になってしまうとかね、もうなんか、いつまでも子供のままでいたいみたいなね、えー、そんな気持ちがあったんですけども。 えー、でもまあまあ、陰謀が生えることによって、えー、大人になるから嫌やなそれをこう、ね嫌、えー、や,やな思ってる時に、やっぱりこう、成長っていうのは怖いもんで、やっぱりちょろちょろ生えてくるわけですよね。うん、それをこう、えー、最初はこう、抜いたりしてね、生えてくんなみたいな感じでこう、うん、戦うわけですよ。部屋、ウォーのウォー、戦いですよ。抜いて戦うわけですけどね。 えー、あそこの経緯ってね、えー、ほんまにね、あの、せ、人間の成長とは怖いもんでね、一気にボーって生えるんですよね。<laughs> あの、一瞬にして。あのね、もじゃもじゃになるジャングル化するわけですよ、うん。もう、一本こう抜いて、ね、ツルツルを保ちたいのに、えー、もうなんや、もう、いつの間にかもう、 1>, 1, 人1人っていうか、1ゲ抜いたらもう3ゲついて現れてくるみたいな、敵が増えるみたいなね、そんなもう戦いには、えー、もういつの間にかもうもじゃもじゃ,じゃになって、負けてしまいましてね。 えー、もう3日目で白旗をあげたという歌詞があるんですけども、もう負けを認めて大人を受け入れますよという意味のね、深いな、この歌詞。<laughs> ね、えー。そんな感じの、うん、ね。で、そっからこうね、もうまあまあもじゃもじゃになってしまった、あそこの陰謀のことをね、今ではすっかり、えー、こう、何々っていうね、そこの例えのところでね、 こうもじゃもじゃなものをずっと羅列するっていうのをこうやってたわけですよ。それがこのレコード、一応ね、えー、クラウンレコードさんでや、あの、仕切ってはるんですけどもね、えー、クラウンレコードさんが、あのやっぱりこう,著作、えーそうねえー、著作権とかいろんなものの影響でね、 えー、で、あかん言われて。だ、だってね、よう考えたら、もう、い、陰毛ですよ。陰毛っていうか、陰毛ですよ。陰毛のね、もじゃもじゃ感を出すためにね、あの、今ではすっかり、えー、大黒巻とかね、<laughs> もうこんなん言ったらあかんやん。陰毛の例えで、あの、大黒巻、あの、ラララの頃の大黒巻、めちゃめちゃもじゃもじゃ,もじゃやったでしょ <laughs> あと、何やろ、あの、 なんか著作権が、えー、著作権がなんかが切れてるからね、バッハは行けたんですよ、バッハは。<laughs> バッハは、バッハって、あの音楽室のバッハの肖像があって、頭もじゃもじゃでしょ。だから、今ではすっかりバッハっていうのがね、あの、えー、それはなんかどこからも文句言われへんやろうっていうことで行けたりね。 今ではすっかり人間の証明とかこれ、今から考えたら面白いな。あの、人間の証明の頃の松田優作の髪の毛もじゃもじゃやったでしょ。あと、バッシティって言うてるんですけど、これ、あれバッシティは探偵物語ですよ。バッシティ、バッ、バッシティのね、あの、探偵物語の頃の松田優作髪の毛もじゃもじゃやったでしょ。 だからバシティって言うてるんですけどねあとはもう何やもうむちゃくちゃねえー、あのもじゃもじゃ感があるあ角田博さんもそうですよ今じゃすっかり角田博って言うてるんですけど、ね、あのメリー・ジェイの頃のね角田博さんも,もじゃもじゃやったでしょでもそれもピーピーって消されとるわけですよ <laughs> 陰謀の例えで。 角田博とかね、使われたら、まあまあね、まあ、あ,あまあよ,くはよくはないんでしょうね、えー、その辺のね、えー、絡みで、うん、もじゃもじゃだけに絡みで、えーあのねえー、放送禁止になってしまったという、ね、ピ、えー、P、音入れないとダメになってしまったという、えー、裏話でしたよ、うん、でもね、こっちは若いから、とんがってるから、もう山田ジャックも、その頃は。 あいやもうそんなピーピーでね、えー、消してもらっても構わないからこのままで発売するぞという、ね、生意気な楽器やったんで、えー、その結果、えー、こういう感じに仕上がりました <laughs> ねてい、えーうん、ねえー、ちょっといいですね部屋をこれ2月ヘビロテしましょうか <laughs> ねえ こっから、なんかこう,う、ね、やっぱり自分のラジオ番組があるっていいですね。かけれるもんね、こうやってね。うん。こっから、なんか、ええー、んちゃいますあの、再ブレイクみたいなね。再,再ブレイクじゃ、ブレイク一回もしてへんから。 こっから何年かお、30年寝かした沖にブレイクみたいなね、そんななんか逸話も伝説も面白いじゃないですかね。うん。えー、ねいち、長く、えー、ね、えー、曲の話になりましたけども、えー、ザ・コンチでヘアウォーです。ヘアウォーですよ。えー、またね。 えー、聞いてください、えーはいうーん。ということでですよ、ねえー、<coughs> そうですね、えー、何の話を、ね、こうポンポンと、ねえー、しようかなと思ってたんですけども、そうなんですよ昨日ね水曜日、えー、スパワールドの仕事があったわけですよ。 そこでですねまあまあ喫煙所があるんで僕愛コス吸いますんで喫煙所におったらね <laughs> あのまあ平日ですから、まあ、まあまあまあ人は少ないですよ、えー、しかも僕の僕のっていうか僕らの、えー、お笑いロールがあんのは8時9時ですからね、うん、だいたいその、えー、時間帯ですよ で、大体も平日の8時、9時いた本当に人があんまりいないわけですよ。今しかもこんなね、コロナウイルスの感じで、えー、人が少ないんですよ。そこにね、えー、タバコを吸ってましたら、えー、あの、岩盤浴の、えー、なんていうんですかね、えー、入る時の、えー、なんていうのあの、 着物って言ったおかしいなん、なんていうんですか、あの、サウナ着と、えー、普通の、えー、岩盤浴には入れへん人、人たちのね。岩盤浴のは、あの、普通の入場料にプラス1000円ぐらい払ってるわけですよ。なので、えー、プラス1000円の岩盤浴も入れるよういうお客様には、えー、この、えーね、サウナ着を着てください。 えー、そうじゃないね。一般の、えー、人たちはこの館内着を着てください。みたいな感じでね。しかも、えー、サウナ着はもう一種類ですけど、館内着は長ズボンと、要はなタイトスカートみたいにな,になる感じの二つ選べるわけですよ。うん。で、えー ね、あの喫煙所で行って、大体いいね、岩盤浴の服装をしてはる人たちやったらね、あのなんやまあまあ、さっき、僕らのお笑いロウリューのは、岩盤浴の中でやってるイベントですから、そうなんですよ、岩盤浴の中でやってるんですよね。なので、えー、あこの人たちは僕の舞台見たな、さっきのステージ見たなということで。 えー、なんかこう、喋り出いというか、あ、ジャックさんさっき見ました、とか言ったら、あ、ありがとうございます、言ってね、えー、話も弾むんですけど、普通の館内、一般の館内着を着てる人には、あまり、えー、僕も喋っていかないわけですよ、僕も。うん、喋りかけてこうへんしね。そんな中ですよ、えー、一人の、あれな、なんつったらいいんかな。 二十六七八ぐらいの女性ですよね。なんかあの、どう言ったらいいんかなその、だから言うた,言うたら、そのピンクの館内着の方の、えー、ス,スカートバージョンを着てて、で、化粧がなんかね、ちょっと、んって目立つぐらい濃い、濃いんですよ。なんか、 パビジュアル系のバンドみたいな、ああ、感じのメイクしてはって、髪の毛がめちゃ長、ロン毛で長くて、うん、で、その人がですね、あのー、僕タバコ吸って、だからだ、普通のね、土日やったら、そう喫煙所も人結構いっぱいになるんですけども、ええー、まあまあいます、 タバコ吸う人減ってきてきるししかも平日の夜のその時間帯だ、不喫煙所、ほぼ貸し切り状態ですわ、そこに入ってきて、まあまあタ、タバコ吸うてタバコ吸てるんで、ああ、タバコ吸う人、ほかにもお客さん来たなーというぐらいの感覚ですよ、僕、別に、あまりにもじ、ね、ーっと見たらやらしいから、あなんか化粧濃いなんかお姉さんやなという感じで、ちらっと見ただけで僕は、えー、タバコを吸ってまして。 ほんならですよって笑い出すんですよここ。なんか怖いし「え,え,え,えっええっ?」てこうなるじゃないですか。ええー。もう最初ね「って言った瞬間に「え気持ち悪い?」って思ったんやけどなんか怖いからそれに対してもだから「え何ですか?」って言うのも怖かったんですよ。 ちょっと無視してたんですけどね。へへ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 って言うから、もう怖なって、俺。え、え、え,えってな、えって言うてもうたんかな、俺。ちょっとゾゾゾってして。ほんなら、どうも、その、なんていうんですかね。足の親指、足にね、あの、えー、なんていうの、ネイルペル、ペルキュア、ネイルか。なんていうかな。をして貼って、 で、それの、なんやろう、えー、色が、なんか自分で気に入った色にあんまりならなかった、ちょっと変な色やから、お、おかしいって言い出したんですよ。これ私の思ってた色じゃない。<laughs> これ私の色じゃないねんけどね。<laughs> こんな色になっちゃったの。<laughs> って言って気持ち悪いでしょ。怖ー思ってね。で、それ、 ね、見て見て、お兄さん見て、っていうわけですよ。うん。で、でもこう、丸い、あの、喫煙所の丸椅子にね、お姉さん座って、その体育、椅子の上に体育座りみたいなんして、あの、ネイル、ネイルっていうか、ペティキュアを見,見せてくるから、ペティキュアを見ようと思ったら、その、スカートっていうか、パンツが見えるんですよ。うん。 見てへんでってなっても見えるんですよ。そう、どう考えても見える。うん、1位置にあるわけですよ。ね、ああ、なんかね、なかマーブル色というか、そんな、パンツちゃいますねその、あの、ペディキュアがそんな色やったから、別に、ね、なんか返うなあかん思って、ああ、別に綺麗な色ですやん、って言ったら、え、よく見てよく見て,て言うてか、ね、まだずっと、 ペディキュアを見せるんですよ。ペディキュアを見せるということはパンツも見えるんですよ。だから、これ怖いでしょなんか。なんか変に誘われた、た俺みたいなやつを誘ってくる奴はいないやろう、やろうけども、なんか誘ってるんちゃうかなみたいな感じでね。しかも僕もう怖いから、もうすぐパッてアイコスやめて、えー、普通のね、えー、楽屋帰って、なんか変なおったなぁ、思って。 な、まだその人がもう折れへんようになったから、えー、あ、また折れへんなぁと思って、未発からってタバコ吸いに行っとったら、で、タバコふわーって吸っとったら、ガラガラガラーって開けて、またその姉ちゃん入ってきて、俺の近くに座って丸椅子にバッと体育座りして、へへ、これ、ね、おかしくないこれ、ちょ、ちゃんと見てよ、みたいな感じでね。いや その爪見たら、爪をちゃんと見たら、ちゃんとパンチョスも見てしまうねんと。<laughs> だから、もう、ちょっともう怖いくて、んあいやいや、ええ色ですよ、言うて、えー。ね、あの、パンツちゃいますよ。パンツがええ色ちゃいますよ。あの、<laughs> もうそっちにはあんまり目いかへんようにね。えー、ほんまにつ意識してパンツ見たらなんか言われるか、 爪見て言われて、爪を、爪だけを集中してじーっと見て、え、もうね、え、もう早く、こんな時、もう俺、アイコスなんてすぐいつも、あの、電源、吸えるタイミングね、早いなぁ、思って、思ってたのに、こういう時だけこのアイコス、長いね、あの、消えん、消えるまでが、早うアイコスの電源切れろ、とか思いながらね、 えー、まだ、まだ吸えるやん。まだ吸えるやん。みたいな感じでね。えー、あのー、思ってたわけですよ。んそんな、えー、変なね、えー、ことがあって。えー、ちょっと、思い返したらね、なんかちょっと前もね、なんか、ちょっと前ちゃうな、ね。もう、5年ぐらい前かな。なんか、同じスパワールドの喫煙所でね。あのー、それはね、ちょっと、ちょっとふっくらした、 おばちゃんでしたけどね。えー、なんかこう、俺に見えるようにね、パンツを見せてくるおばちゃんも、5年ぐらい前に現れたことがあったんですよね。えー、なんかたまにこういう、知女っていうんですか、なんかこう、あのー、いますね。なんかこう、見てほしい、え、なんやろ、ね、えー、アピールする人がたまに、ごく稀に、え、いたりしますんでね。 いやでも、あのー、あのー、昨日の子はちょっと怖かったですね。なんかサイコパスを感じましたけども、はい。ええー、あのー、まあ、まあ、そういうね、ええー、こう、スパワールドとかで、ね、いろんな、やっぱりこう街に出てね、えー、やっぱりこう、いろんな、ええー、ね、ええー、ショーを捨て、ええー、街へ出ようということもありましたけど、今はこう、スマホ。 パソコンを捨てて街へ出ようやないですけどもね。えー、やっぱりこうフィールドワークをしたら、いろんなね、えー、ことが、体験が待ってますね。うん。えー、<laughs> さあ、えー、そんなわけで46分ですか。はい。<laughs> えー、先週ね、えー、ルークさんの番組にゲストで呼んでいただいて、えー、ね、嬉しかったんですけども、 えー、この後はですね、えー、やっぱりこう番組自体いろんなね、この木曜日のこの流れっていうのがあるんでね、いろいろこう関わっていきたいなと思ってまして、えー、ルークさん、先週はルークさんの番組に僕がゲスト出演させてもらってね、えー、ルークさん最高ユーガッタの方に、えー、行かしてもらって喋らせてもらってね、うんえー いい感じで。えー、今日もね、この後、オールサンミュージックがあるわけですよね。きっと生放送で、先ほどちらっと見えましたんで、えー、オールサンミュージックのメンバー、ええー、ね、来てはると思うんでね。ぜひ、なんかこう、今年は、絡んでいきたいなとか、こう、いろんなね、番組同士通じてね、えー、なんかこう、盛り上がっていきたいなとは、えー、思っているわけですよね。うん。はい。 え、ぜひぜひね、えー、この流れで、やっぱりラジオ気象屋さん結構ね、面白いんでね、えー、もうこんなね、僕みたいな喋りだけの番組もあれば、えー、ルークさん最高、夕方は本当に曲がたくさんかかりますし、あ、この曲好きやったけど、よく聞き、えー、聞いたことあって好きやったけど、何の曲やったかなーいう曲がね、ほんまにバシってかかったりするんですよ。ねえ。 あの辺が、で、タカちゃんのね、大ちゃんの番組もね、サンセットアワーもね、懐かしい曲かかったりね、この前なんか、子供たちを責めないでやったかな、スネークマンションのね、私は子供が嫌いだっていうね、あれがかかったりとかしてね、僕は、 びっくりしたんですけども、えー、ね、うん、えー、そんな感じでこの流れでね、えー、ぜひラジオ喫茶は特に木曜日、えー、聞いていただけたらな。そして、えーね、月化粧さんね、僕、今日お,あのお呼ばれしまして、えーね、先ほど、えー、月化粧さんのお饅頭食べさせていただきましたけど、むっ めちゃくちゃ美味しいですね。あれ、ミルクまんじゅう言うんですね。うん。いや、これほんまに、ちょっと買いたいな。このね、ラジオ岸和ワダでもね、あのーえー、スポンサーさんとしてね、えー、その、えー、月化粧さんがついてはる番組もあってね、めちゃめちゃ羨ましい限りなんですけど、これ本当に月化粧さん、これね、結構、あの、きっかけでね、 えー、僕、食べることができたんでね、ラジオ岸和田さんでね、だほんまにおいしいあの、ああいう、なんていうんですかね、いわゆるおまんじゅうみたいな、あんまり食べない世代といいますか、うん、やっぱり洋菓子の方がね、えー、好きやったりするんですけども、おまんじゅうの中で、ダントツちゃうかな今、今まで一番うまかったんちゃうかな、あの栗まんじゅうとかね、ああいうのもおいしいんですけど、 なんかな,かなかおまんじゅう系とは僕はあんまり食べないんですけどもその中で今までで一番うまかったんちゃうかなあのミルクまんじゅう月化粧あれはちょっと本当におみにんか大阪名物のねお土産とかにこれから、えー、買っていきたいなとねうん思ってるわけですよはいさあえー 告知ですね、えー。僕もね、こう、い、いつかね、このラジオ岸和田さんのリスナーさんね、えー、山田ジャックのお疲れディオ聞いてますよっていうことでね、えー、実際生の、ね、ライブ会場にも、えー、お客さんとして現れてほしいなという願いを込めて、えー、毎回ね、えー、告知だけはね、えー、させていただいてるんですけども、 えー2月の8日ですね。もう8位ですから、もう明日、あさっての土曜日、一番近々ですよね。えー、ナンバー白芸というね、えー、ナンバーのね、えー、千日前、えー、裏ナンバーにあります、味噌のビルいうね、味の園と書いてる味噌のビルいうもう60年ぐらい前のレトロなね、ビルがあるんですよ。えー、その昔は、えー、 キャバレーとかねあった、えー、味噌のユニバースで今でも、えー、キャバレーはないんですけどもライブハウスとしてね活動、あのー、してる、えー、その味噌のユニバースがある味噌のビルそこの2階にあります南ん、えー、白は芸というね、えー、まあちっちゃいライブハウスでね、うん、山田ジャック、えー、ノーチェック という、えー、もう何もチェックしないで、そのまま生で、えー、ドーンでね、えー、出ますよという、えー、イベントをします。最近ね、えー、テレビとかでちょっと、あのー、有名になってきた、えー、エミちゃんって言うてね、皆さん知ってますかマジカルエミちゃんって言うてね、あのおっぱいでかなりたいなのはっていうので、ちょっと有名になってきて、えー、あのキャーのキャーのエミ、 エミちゃんの <coughs> っていうねしゃべりえー、おっぱいでかなりたいなのはなのはっていうね、えー、エミちゃんも、えー、出演しますよえー、ねえー、2月8日、えー、白芸でねナンバー白芸で19時半スタートでね、えー、2時間ほどヤマダジャックワールドへ、えーえーね、お越しくださいということですね はい。えー、料金は安いですよ。1000円のドリンク別となってますんで、えー、2時間たっぷりとね、えー、濃い、濃ゆい大阪のアンダーグラウンド界のね、今を、えー、お見せできる。僕がフィールドワークとかいろんなライブハウスとか巡って、あ、こいつおもろいなーって、こいつちょっとアンダーグラウンドすぎるなーっていうんで、集めてきた人材が出てきますんで、えー、ぜひね、 見ていただけたらなと思います。山田ジャック一座がお送りします。えー、ね、ノーチェック、も第4回目ですね。ノーチェック法があります。そして、えー、2月 12, 12日、2月の12日水曜日は、アワーズルーム、日後橋のアワーズルームの方で、えー、冒頭でもずっとね、えー、おしゃべりしました。最佐伯九年団でおなじみの竹内義和先生と、 二時間喋りまくるというね、もうアホな、やばい、危険なトークを、えー、するという、えー、イベント、えー、ひごばし TJ ブルースというね、えー、イベントが、えー、十九時半から、これも十九時半、同じ十九時半ですね、えー、ひごばしアワーズルームで、えー、行われますということで、<laughs> そちらもね、えー、どちらも平日、2月8日は土曜日かな、 えー、2月12日は平日でね、19時半よりありますんで、ぜひ来ていただけたらなと思っております。そしてこの後は、オールさんミュージックのメンバー、そうそう、あのーあ、ね、ツイッターフォローしてくれたね、オギー、オギーへね、で、ミキティいや、ありがとうございます、ね、ちょっとちょっと絡んでいきましょう、ね、えー、ぜひぜひ、あのー、来週ぐらい、ちょっと、ば、まあ、ちょっと早めに来て、 ちょょっと喋りましょう、ね、ぜひぜひ <laughs>、ね、お願いしたい、えー、この後ねオールサンミュージック生放送でお送りしますんで、えー、ミキティの謎やオギーの謎この後、えー、いろいろね言うてくれると思いますさあということで本日もお送りしました山田ジャックのお疲れでよ、えー、この辺でお別れです また、えー、来週、えー、生放送をお送りします。皆さん、お疲れ様でした。